週刊武道通信テレビの時間です。編集長の杉山秀夫です。編集員の平戸由香です。ゲストのコーナーです。はい、今週のゲストを紹介してください。はい、本日は刀剣研究家でいらっしゃいますポール・マーティさんにお越しいただきました。マーティさん、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、ポールさんのご紹介を少しさせていただくんですが、ポールさんはイギリスのロンドンにお生まれになりまして、7歳の頃より お父上からですね、空手を習ってらっしゃいました。はいはい、そして1992年より3度英国空手チャンピオンになられています。はい、2004年には大英博物館、有名な大英博物館の職員として日本刀を学ぶために来日されまして、現在も日本刀研究を精力的に行われています。今日はポールさん、本当によろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ポールさんとはね、私ね、池袋にある、私がいつもお世話になっている日本武道店というね、武道屋さんがあるんですよ。はい、そこを訪ねましたらね、ポールさん出会いましてね。でポールさんがね、その日本刀のね、翻訳をやってると、うん、後でまあ紹介しますけども、そういうやってるって出会って、いろいろ日本刀の、ね、話もねお聞きして、ぜひ出てもらおうと思って今日ねお越しになったんですけども、ポールさんはね、子供の時から空手をやってたんですね。そうですね。7歳から お父さんに習いました。あ、そうですか。まずポールさん、かなり日本語がもう お上手というか、もう全く、素晴らしいですね。空手を習ったからそう日本という国に興味を持った、好きになったっていうことはなんとなく分かるんですけども、もっとこうポールさんが日本刀までね興味持つっていうには、もっともっと日本文化に興味を持った、なんかこう少年時代というか、そういうなんか理由があるんじゃないでしょうか。そう、空手やってるから、やっぱり武士道の興味があった侍、はい、とかですね。それから黒沢の映画とか見ました。それから13歳ぐらい、タククルケンの映画見ました。その映画の中でケンさんは少し剣道と矢道をやりました。その時興味があったんですけど、空手はまだ強い興味があったので、空手に続きました。高倉健さんの映画を、なるほどね。で、剣道とか矢道に興味を持った。そうですね。でそこからじゃあ、武士道とか日本の侍に興味を持った。そうですね。それはこうだんだんこう日本刀の方に興味を持つんですけども、でも私の日本武道具店の角田さんからお話を聞いたんですけども、空手が相当お強いという空手、ね、そう、はい、そうですよ。チャンピオンになられてますからね、英国の、そう、英国代表、イングランドチームメンバーでしたですね。と前年優勝者3回になりました。はい、それがですね、こちらにございまして、まずこちらでよろしいでしょうか。はいはい、ご紹介しましょう。ポールさん、こちらのお写真は、これは一心流の書いてありますけれども、空手のどういう時でしょうか、こちら。それはロンドン のバーキンの道場ところです。バーキンの、ティギ・ドノヴァン先生はイギリスチームマネージャーでした。こちらの方ですね、この方 そうですね、マネージャーでいらっしゃった。はい、この時は何歳ぐらいでいらっしゃるんですか。それは31歳ぐらい。31歳、お若いですよね。英国の代表っていうと、例えばその日本の空手小刀館とか和道流とかいろいろありますね。もう全部 ごっちゃまでっていうか、いろんな人が入って、極真もある。そうそう、全流派の大会でした。あ、そうですか。でもすごいですね、3回優勝というのはね。そうですか。でポールさん、こちらなんですけど、こちらのお写真もご覧いただきましょうか。こちらはいつ頃でしょうか。たくさんいらっしゃいますね。そう、これはイギリスチーム。そうそう、イギリスチームです。イギリスチームと、あとオーストラリア、そう、そうですね、の方とのこう試合と、イングランド勝ちました。勝ちました。さすがでございます。かっこいいですね、またね。はい、マーチンさんが大英博物館の、勤めて、その日本部ですか、そういうところを勤めて、日本刀とかね、そういろんなの鎧とか、そういろの、手入れですか、そうですね、していたんだそうですけども、イギリスではね、そう日本刀はどんなふうに興味を持たれているんですか。
大体はテレビと映画だから、うん、やっぱり武器として皆さん知りますですけどね、うん、はいはいはい、でも展示会すると、うん、精神性の複雑として説明すれば、うん、皆さん嬉しくなります。ああ、なるほどね。まあ、日本にはもう古くから当然刀剣保存会というのがたくさんあるんですけども、うん、イギリスの刀剣保存会というのはありますよね、うん、まあ、どのくらいのキャリア歴史があるんですか。イギリスで2、3の、うん、刀剣保存協会があるんです。キットの方とミニマルの方とか少し詳しいな人があるんですけど、うんうん、その長い歴史一番のは、うん、30年以上ぐらいですね。ちょっと余談ですけど、私ども刀剣、まあ、刀工ですね、刀会の方が言ってたんですけども、うん、日本でそう審査する場合、うん、どうしてもこう狭い世界だから、うん、あの先生のお弟子さんならばこういう方いい刀とか、ね、なんとなくそういう合うんだよね、そういうなんかそう選定基準の無意識がね、うんうん、また、ね、うん、日本の独特のあるんでしょ、はい、イギリスの方々、うん、外国の方々はそういう日本のそういうの知らないけどね、うん、でもただ見たものをいい悪いとかね好き嫌いと言うんで、その鑑定が非常に面白いと、逆にそう、うん、非常に純粋に見るというふうに言っていましたよね、うんうん、だそういう意味で外人のが日本刀を見てもらうというのはまた別のね日本刀の価値のね、うん、感がこう広がってくるというようにね、まあ、思うんですけどね。でポールさん、うん、2005年に1年ほど前でしょうか、うん、日本、ロサンゼルスでそうこれは展示会でしょうか、日本刀の、うん、そう展示会されました。日本刀だけの、そう、ね、日本刀だけでした。現代刀工の一門の制定でした。結構お客様はいらっしゃいました。そう、1万人以上、1万人以上、うん、そのですね、VTR を今回お持ちいただいてますので、はい、ちょっとご覧いただきます。これですね、ロサンゼルスの展示会ね。あ、綺麗ですね。これはどういう刀が展示されてるんですか、ここでは。それぞれの刀は、はい、吉原先生の一門から、はいはいはい、貸してもらったんですけど、ね、あ、鎧もありますね、うん、あとは、あとの刀はアメリカの方がいるんですか。そう、アメリカ のコレクターから貸してもらいました。アメリカのコレクターの方って結構いらっしゃるんですか。そうですね、うん、でもたくさん一般人も刀について知らないですけど、うん、アメリカ人の方のこう反応はどうでしたか。初めてね、見て、そう、初めてですけど、それぞれの、それの刀には私が解説のパネルを書きました。英語でちゃんと解説がついてるんですね。それから、うん、たくさんの人は、精神性高さ全然分からなかった、うん、このスピリットというか、そうね、うん、そうな、アメリカ人とかね、欧米人にはその、うん、モノクロのね美しさ、鉄のね、鉄の美しさってのはまだまだね、うん、そうですね、分かってもらえませんよね、はい、うん、あ、これは作り方でしょうか、日本刀の。そうですね、今のはね、はい、うん、吉原先生の一門それぞれ な人刀を貸してもらいました。うん、じゃあ準備されるのは大変だったですよね。そうですね、うん、でもね、こういうふうにね、少しずつアメリカとかね、うん、いいところでね、こういう刀剣のね展示会がね行われることが非常に、ポールさんがね、ああいうアメリカ外国で刀剣展示会を、ね、やっていただくということは非常に有意義なことなんですね。日本の場合に刀剣の世界というのはどうしても井の中の蛙というか、なかなかもう難しいんですね、外国に説明するの。柔道剣道というのはやっぱり対戦試合がありますからね、外国の人、ね、選手と戦いますから多少ね交流って多少って大きいけども、はい、陶芸の場合はね、本当にやっぱりその分かってもらえないから、どうしても日本の世界でしてしまう、うん、でもそれやっぱり日本刀はどういうものかっていうことをやっぱりもっともっと世界にね
幸せのためにやっぱりとりあえず英文にするという、ね、意味で、うん、そのポールさんの仕事ね、本当に今貴重な大事ないい仕事していただいていると思うんですけども、確かポールさん、日本美術保存刀剣協会会館の入り口にある鉄の作り方とか、はい、ああいうね、インフォメーションの英訳を確かあれはポールさんですよね、はいはい、こちらなんですね、うん、はい、見えますでしょうか。ちょっとね見えにくいですが、こちらのところに英文と日本文という感じで並んでるんですけども、せめてね外国の方もね来ますから、刀剣の好きだからまず日本に来たら声行く来ますから、その時やっぱりね英文があるという意識、これも最近なんですよ、そういうことね、外国人のために気を使うというのは本当にやっとできたのね。でもポールさんのこれ翻訳するときに、うん、はい、やっぱり結構大変ですよね。そう、大変ですね。どうしてますか、意味とかね。そうですね、でも、はい、刀は世界に大事なものだから、外国人には刀について伸ばしていけないいけないかもしれませんね、うん、やっぱり工夫ね、うん、されてるんですね。そうですね、ただ外国人がやっぱり、ね、さっきアメリカの方は、うん、スピリットが分かんないというけども、うん、やっぱりそれを伝えなきゃいかんですね。やっぱり日本刀というものは、うん、まあ、武器としての役割ねありますね、機能、ね、とあと美しさ、美、それから魂、うん、精神、この3つの要素、まあ、これ以前ね高山さんが来た時話されましたけども、うん、美、精神から機能、要は武器としての、うん、この3つの要素が成り立ってますけども、ね、日本刀というものをよく考えて分かってくると、うん、その機能、武器としての要素ってあんまりないんですよ。そうですね、うん、あれはそんなに武器としては、うん、あんな役立つ武器じゃないんですね。そうですね、うん、だから非常に精神として鎌倉時代の武士から江戸時代までの武士は、うん、確かに日本刀は武士の魂だけども、うん、あくまでもこうお守りっていうようなね、そうメンタルな分で、はい、自分を勇気づけたり、精神をつけてるんで、それで何十人を斬ろうなんていう、ね、はい、いう消えるものないんですよね。はい、そうですね。それはよくそれをね、こうもっともっと外国人ね、はい、分かってもらうと嬉しいですね。そうですね。はい、ポールさんはヨーロッパのそういう刀、うん、剣たくさんありますけど、うん、それと比べてこの日本刀がいいなと思われたのはどういうところですかね。日本刀は、戦国時代以上両手使うですね。あ、両手で握りますよね。うん、そうですね。大体ヨーロッパとかのセーバーでも、うん、片手で使いますですね。うん、片手よって短い剣も多いですよね。うんうん、そうですね、ヨーロッパは、ああやっぱりで、あと先ほどもおっしゃってたスピリット、こう、ね、マインドというか、ね、うん、そういうところも、はいはい、空手をやられていた時に、うん、日本のそういう心というか礼儀作法だったり、うん、そうですね、学ばれたのか、そう、若いからやったら、から、うん、ちょっと厳しいの厳しかったですか当時は。そうですね、うん、はい、おまじさんは日本に来てからも剣道やるために沼道場に、ね、よく通ったという話を聞きましたよね。はい、うん、毎週に行きます、稽古は。沼道場は特別なところですね。でも長い歴史があるんです。沼道場には沼誠二先生は講談社、社長でしたけど、そうですね、中山白道先生と一緒、沼道場を改正しました。うん、それは大正14年ぐらい。あ、でも、うん、現代は九段社は野茂道場を取り壊したい予定そうです。それはそうですね、はいはいはい、それは残念ですね。それは新しいビルの中に道場を入れようって言うんだけども、やっぱりその昔ながらの道場の雰囲気というのが壊れてしまって、それが、壊れてしまっては寂しいという、ね、反対しようという運動が、ね、まあ、盛り上がっているという話を聞きましたけどね、うん、ぜひですね、そういう武道家ならば、講談社の方にね、そうですね、取り越さないでくれと、ね、いう嘆願書をね。あと編集長、はい、そちらにあるちょっと見せていただきたいんですが、はいはい、大野義満さんの、はい、今回翻訳を、そうですね、今まさにやられているということ で、はい、
これちょっと見せていただきましょうか。はい、林原美術館とね、よくの日本のね、歴史上のあの美術関係の博物館ですけども、ね、そこは刀剣のね、まずこちらが表紙ですね。も大変、はい、これは十花亭子と読むんですよね。いや、違うんですね。あ、どうぞ、正しい。お願いします。ごめんなさい。大野義満、重華長寿の世界です。あ、重華長寿。正しい。失礼しました。教えてもらいましたね。そのままでよろしいですよね。はい、私がもう日本の心を学びなさいという感じですが、はい、これちょっと、ね、ご覧いただきましょうか。備前刀っていうね、備前というね、大変刀が有名ですけども、その小備前といってもっとね、平安末期から江戸初期の小備前の刀工たちが非常に作った、刃文なんですよね。そうです、はい、まあ、いろいろありますけれども、これやはり刃文というのはその方によって違うんですかね。そうですね。これは、まあ、刀工はね、こういう刃文を作ろうというのは意図的にね、やるんですよね。 それ詳しくまた折りがあったらその話をしたいと思うんですけども、今ねこの美術館がね、はい、編纂したこの大野さんのね、あれをプーさんはコツコツコツと、まあね、翻訳なさって、ほぼ完成、ね、はい、したんですよね。はいはい、ね、ですからこれをぜひね、またね、英語圏の世界にね、そのこの本を、ね、広めていただければね、いいと思うんですね。はい、で、ポールさん、ところでなんですけれども、今日本には住んでらっしゃる、そうですね、どのくらいなんですか、住まれてから。今2年半ぐらい。2年半、うん、で、その前にも何度かいらっしゃって、日本と の機関庁のお勉強 には日本に行きました。そして剣道のも勉強したいんですけど、剣道、と小野俳刀流、居合道とか、居合道も、その三流勉強したいですけど、ちなみに剣道は段は持ってますか。そう、剣道三段です。おー、立派だ。はいはいはい、あ、そうですか。空手も素晴らしいし、そうですね。本当にもう日本人は一体という感じになりますけど、あとはそう、日本のそう刀剣のそういう集まり、勉強会、そうとかに、まあ、鑑定会とか出るんでしょ。そう、大体毎週鑑定会、江戸の鑑定会に行きます。お、東京で、必ず毎月1回日本美術刀剣法人協会の鑑定会に行きます。あ、そうですか。勉強にしてる。私もね、昔ね、よくというかね、通ったんですよ、勉強しようと思って。そうです、こうしてね。そうですね。でもね、僕はどうもこうね、苦手でね、ついこうしてながらこう振ってしまうんですね。相当いつもね、嫌な顔されるんですけども。そう、でもやっぱり本当は刃文というものはこうかざしてみるとこう、美しいですね。そうです ね、それとあと匂いとかいう言葉があるんですよ。そう、匂い、匂う鉄の匂いがするっていうね、まあ、そういう、まあ、その表現ですけどね、そう、相当深いんですよ、日本刀。まさにね、そうね、ね、やっぱりそういう日本的な有限度美、全部日本刀集まってんですよ。日本刀が分かれば全部お茶とかね、能とか、そう、全部分かっても日本の文化が分かりますよ。それぐらい深いんですよね。そうですね。その時は押し型とか、多分マーチンさんは大英博物館の時にお仕事で、そうそう、多分押し型とか取っていらしたと思うんですけども、はいはい、その時押し型を取る方、興味がなりました。ね、今日本の刀剣愛好家でも押し型取るってことできない人が多いでしょ。いろんな人はその刀を貸してもらいます。その時研究のにはもう押し方を取ります。それから鉄の働きものをよく見て、それから移りしますね。今日もなんかもし押し方なんか持っていらっしゃったらちょっと見せて、どんなものを、はい、持ちなんですか。多分ね、部屋さんもね、見たこと初めて見るんじゃないけども押し方、コピーだから昔の写真がない、なかったでしょ。ちょっとご覧いただきましょう。ね、写真がないから、こういう形で残して、要はこう書くわけですよね、写真がないから、これちょっとご覧いただきましょうか。これなかなか貴重なものですよね。これポールさん、これはそもそも、平成14年って書いてありますけど、現代刀ですね。それは現代刀ですけど、今の研究です。
今もこう昔と同じようなね、うん、本当に、はあ、そうなんだ。あの波紋はやっぱり十ヶ町乱れですよね。そうですね、うん、へ、今また特にあの活動されてることとかってやっぱりあの、まあ、日本で住んでらっしゃる方が、うん、あのイギリスに住んでらっしゃった時よりも、うん、活動はしやすくはなってどうでしょうかね結構ね活動はすみませんいくつかね、これはもう私がですね突発的にお聞きしてしまったので、うんうん、ポールさんが困ってしまいましたけど、あ、皆さんが英語が得意なら英語でどう聞いて私黙ってください黙ってますね、集中でもあの大英博物館にお勤めてらっしゃったというのが、うん、まずもう私一番最初にお聞きして、うん、すごいと思って、うん、何年ぐらい勤めてらっしゃったんですか。あの日本部は5年間ぐらい、うん、日本部というところがあって、うん、そう、あ、うん、でもあの、ね、あのその時は、うん、大英博物館は10年間ぐらい働きました。10年間、うん、で3年前の2003年にお辞めになってらっしゃるんですよね。そうですね、うん、それから独立の、うん、キュレーター学芸みたいになりました、うん、あのそれから自分の展示会をされます、ね、では今はこうお仕事としてはこのほと、うん、もうほとんど日本刀 の、 この研究に費やされて、ね、うん、ちょっとあの特有 の、 の研究ですねそうです、あの外国の方が、ね、その日本刀に見入られて、まあ、日本刀を勉強するというのはあのないこともないんですね。でもねここまでこう、このあのね、先ほど あの大野さんの、ね、この本を翻訳しようなんていう大野清水さんの、ね、方は私の知る限りあのいないんですよね。うん、そうですね。それでやっぱりそういう方はねもっともっとねあの出てくれて、うん、もっともっと世界にね、うん、日本刀をこう発信していく、うん、いうことをねやっぱりやって、まあ、それために我々日本の刀剣家、うん、刀剣界がバックアップしていく、うん、そうですね、うん、してほしいですね。ですから、うん、ポーさんがこう翻訳されたものをもっともっとこう有効的に、うん、あの林原美術館も日本 の刀剣関係者もやっぱりこうね、うん、協力が武器としてもっともっと広げていって、はい、もっともっとあのポールさんにこういう本がある、いい本があるからこれを翻訳してくれとかね、はい、そういう注文をね、あのどんどん出していけば、あのポールさんの読んだ英文の本を読んだ欧米の若者たちが、ね、興味を全部持って僕日本刀、ね、はい、というのを絶対の流れはね起きていくし、まあ、黒沢映画とか、なんか昔ハリウッドのなんかボディーガードとかね、はい、映画でだから日本刀っていうのはすごいっていうのはちょっとねイメージ持ってるけども、あ、まあ、彼らにはあの分かんない、はい、でもね彼らはやっぱり今本当にその気づき始めたのは今までの文化と全く違う文化、ただ日本文化をエキゾチックじゃなくて、うん、本当にその鉄のあそこまで鉄という、ね、モノクロだけのものを研いで、はい、あんな美しいものを出すっていうのはやっぱりびっくりしてますからね。そういう意味で非常に彼らもあの真剣にね、うん、そういう日本の美術というものにこう目を向けてきていますから、それに対してあまりにも日本側が発信してないんですよ。これは全部言いますけどね、はい、全部言いますね、うん、そうですね。だから僕にね、ただ刀というのはやはりそのどうもね、あの危ないとかね、そうですね、うん、もっと言うと軍国主義の象徴とかね、ええ、でこう あまりこう刀は、うん、あのお茶とかねお花一生懸命ね行くんだけども刀とかいうものはあの、はい、出さないから、そうですね、少ないですよね、とんでもないですね、うんうん、あの刀こそ、うん、日本の美術、美意識、はい、精神時でも全部あの一本に詰まってるんだ、ここに全部お茶の詫びもサビも全部入ってるんだよ、はい、ということをちゃんと日本人が自分たち自覚して、はい、それをやっぱり発信していく、そのためにそのお手伝いしてくれる外国の方に対してやっぱり後ろから一生懸命ね、そうですね、押して援助、前でしていくという、ね、ことをしていってほしいですね。ポールさんも先ほどから、ね、お話しているこの翻訳もね、全部きちんと、もう、まあ、当然なんですけども、漢字で書いてるものを読まれてて、中身も全部読まれてて、うんうん、それから翻訳をされてるわけなんですね。そうですね、まあ、そういうお手伝いね、うん、さっき言った大変でらっしゃると思うんですけど、池袋の、ね、日本人さんの方がね、うん、ご主人がね、うん、お手伝いして、そういうね、皆さんでこう協力してね、なってるんで、さらにさらにそういうね、はい、流れをね、進めていきたいと思いますね、はい、ちょっと最後にお聞きしたいんですけれども、うん、あの日本に、まあ、あの2年ぐらいだいたい住んでらっしゃって、そうお食事ご飯なんか好きなものは何でしょうかズバリ、はい、
なんか日本食でこう、うん、お好きなもの聞いてみたいなと、うん、天ぷらそば好きです。あ、天ぷらそばですって渋谷にね、美味しいところありますけど嫌いなのなんですか、食べれないのは。ね、うん、魚ダメですけど。お魚でもそれは日本だけではなくて、そうそう、うん、そう、イギリスのお魚も有名なフィッシュチップスも、そうそう、フィッシュチップス食べられるんですよ。おいしいパイアンチップス食べます。あ、そうなんですか。いや、もう本当に今日私が最後聞きたいんだけど、イギリスと、まあ、ロンドンね、日本とこう似たとこが、似たとこありますか、東京とロンドンというのは、似たとこあります、似ていますか。そう、あの、私にとってあのロンドンと東京似ています。地下鉄とかバスとかいっぱいですね、それはとても便利と、あの、結構狭いの街もですね、あ、そうみたいですね。イギリスって、地下鉄、バスよりも地下鉄の方が乗りやすいらしいです ね、 ですね。日本と似てて、メトロと、はいはい、いつか情報も、ね、どっか下町で一杯を日本酒飲みながら、お刺身食べましょう。いや、もう本当に今日はありがとう、もっとお話ししたいんですけどね、せっかく盛り上がったところで今日はありがとうございました。刀剣研究家でいらっしゃいますポール・マーティンさんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、編集長ポールさんね、はい、お越しいただきましたけど、うん、今回初めての外国の方ということで ね、 そうでしたよね、はい、緊張しましたけど、はいはい、ポールさんが一番緊張してらっしゃって、ね、本当に、はい、で、すごくね、うん、シャイな方で、はい、本当にもう素敵な方だったんですけれども、うんうん、はい、ポールさん、うん、今度刀を実際にご自分でこう作る催しといいますか、ね、会、ね、はい、みたいなのに、はいはい、張り切ってましたけど、あれは芸、はい、袋の日本武道具さんの、やってる小塚工房という、まあ、小塚を、まあ、日本刀の小さい矢を作ろうという、うん、まあ、体験なセミナーがあって、まあ、そこの陶工さん、高野さんという陶工かな、はい、さんのところで、まあ、彼が全部一応日本刀できるまでの、うん、あれを やってみようという、で、私も実はね、その高野さんのところで、その1日、投稿まがいのことをしたことがあるんですよ。で、作ったのが小塚というやつなんでね、小塚というのが銃刀法には違反しない長さなんですよ。ちょっと見せてください。刃がね、刃渡り5寸以上、15センチ以上あると、これちょっと、武器として捕まりますけども、あ、まあ、一応これはナイフという形の、15センチ以下だったら、で、はい、で、また日本刀というのは刀剣家も刀工も作っていい本数決まってるんですよ。ちょっと見せてください。小塚なら作っていい。いや、怖い。あ、ね、はい、あ、これちょっと刃文はね、少し見えないですけど、見えない、うん、見えませんよね、多分ちょっとカメラちょっと、ね、これ15センチ いってないんですね。145ミリですね。じゃあ銃刀法には、はい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 、いやー、これでもね、要は一応こう焼き入れまでね、やるんですよ。こう研いだり、銘を刻むんですね。これ誰でも参加して作りたい方は、これ予約すれば大丈夫。できますね、はい、あ、ちょっとお名前こう、これ、はい、私の秀夫の秀夫という秀という字がこう横になってますけど、はいはい、見えますね。のみでトントントンと打つんですよ。結構厚みがあるんですね、はい、ありますね、はいはい、怖いかなと思ったけど、そんなに切れなそうな感じがします。まあ、あんまりね、切れちゃうと怖いから片刃だけにしてますけどね、はい、いやね、でも今日本当に楽しかったですね。そうですね、はい、初めての外国の方でしたからね、はい、またぜひ来ていただきたいと思います、はい、また来週お会いしましょう。お楽しみに。